両チームのスターティングメンバーを見ていきます。 FC 岐阜です。ゴールキーパーは松本拓也、ディフェンスラインは4バック、右から船津、藤谷、岡村、橋本が今日スタメンに入っています。今シーズン初出場です。ダブルボランチは柏木と本田、右に畑、そして左には前節ハットトリックを達成しました藤岡、ツートップは石津、そして山内と予想しています。続いて SC 相模原のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは囲井健太郎、3バック右から渡部、そして今日は鎌田がスタメンに入っています。そしてもう一人が藤原です。ダブルボランチは田中と中原、右に石田、左に多田、ツーシャドウ船山、そして安藤、ワントップ浮田という予想フォーメーション 3-4-2-1 を予想しています。なんといっても注目は監督横山裕二監督の新体制ということになる FC 岐阜です。 J1 通算293試合、そして J3 この岐阜に加入してから7試合、前節5月4日の藤枝戦で達成しました。そして藤岡から中に送って本田拓也、前に送ります。山内後ろに下げて石津のシュートがゴールネット突き刺さりました。山内から石津、 FC 岐阜が先制点を取りました。前半の8分です。今シーズン2点目、今シーズン初スタメンの本田から山内落として、最後は石津、相手の足に当たってゴールに吸い込まれていきました。左サイド藤原から張っている多田、中に下げて中原です。逆のサイド渡部から前に送る、胸で落とす、こぼれている、田中のシュートはどうだ、ポストの左に外れました。なんとかかき出していった松本拓也、中原から右サイドの石田へとつないでいきます。ももでトラップをして北が寄っていくが、後ろに下げてこぼれている、シュート、安藤のシュートです。安藤翼、前節はワントップに入っていましたが、この試合はツーシャドウの一角です。ボランチは今日は柏木、本田という元日本代表同士のボランチになっています。畑から山内が反転してシュートを放っていきますが、ゴールの右に外れました。山内博文、ここまで全試合スタメン出場という山内です。鎌田からこのボールが通って船山に渡った、フリーだ、シュートが力の弱いシュートになりました、ポストの左です。船山完全に抜け出しました。鎌田のロングボール、佐藤ヘディング、最後船山がフリーでした。このコースを狙ったシュートになりましたが、ポストの左、渡部のスローイン、田中、そして渡部、後半は右サイドからチャンスを作っている、最後は浮田のシュートになりました。藤岡が今裏抜け出していきましたが、ゆっくりとここは左サイド村田、スピードのある選手、村田から抜け出してグランダーのクロス、山内、山内のシュートはポストの左に外れました。スピードのある村田、個人技で突破してグランダーのクロス、最後山内、手前のサイド中に入れて山内から、もう一度山内左サイド、山内ドリブル、体を入れて、体が強い、またキープ本田、庄司からふわりと浮かして藤岡、トラップして
シュートを打てるか藤岡、シュート、追加点が岐阜に入りました。藤岡2試合連続のゴールになりました。横山監督、初陣、追加点が岐阜に入りました。山内から本田、そして庄司から、最後は藤岡トラップしてなんとか粘ってシュートを決めました。前に送って畑、プレッシャーに行きます。畑がボールを奪い切ってボックス内、マイナスのクロス、村田のシュート、藤岡のシュートです。そして前に送る藤本純吾、前に送っていきますが、ここには選手はいません。ここで試合終了です。 FC 岐阜が勝ちました。ホームで貴重な勝ち点3、連敗を3でストップ。横山新体制初陣勝利で飾りました。